神奈川県立循環器呼吸器病センターは神奈川県横浜市金沢区にある医療機関である地域医療支援病院の承認を受ける。横浜市大医学部付属病院の医療事故は患者の取り違い事故など全国的に医療事故の問題が社会的にクローズアップされた事件であった。横浜市大医学部系列である神奈川県立循環器呼吸器病センターも 本部同様に医療事故を起こしながらその過失を認めす。死亡した遺族に訴えられ裁判となり、いずれも敗訴している。以下の2件が報道されている。1998年6月に肝癌の悪化で死亡した当時56歳の横浜市在住の男性の遺族が、主治医が C 型肝炎ウイルスの感染を見落とし、専門医にかかるよう進めなかったのが悪化の原因だ、として、 県を相手取り、約6,800万円の損害賠償を求めた。横浜地裁は、男性は95年5月には別の医師にかかるよう、勧告すべき状態だった。この段階で適切な治療を受けていれば、指揮を伸ばせた可能性が高く、あと6年程度は就労できたと認定し、感染を見落とす、初歩的ミスがあったとして、県に約2,900万円の支払いを命じた。 また、2007年に CT 検査などを当然行われるべき検査を怠ったのが原因で、急性大動脈解離で死亡した当時44歳の男性入院患者の遺族3人が約1億2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で横浜地裁は病院側に契約7200万円の支払いを命じた。判決理由で転院させて、 CT 検査を受けさせるなどの検査義務を履行しなかった過失があったと認定し、さらに入院中に急性大動脈解離と診断して、緊急手術をしていれば救命は可能で、過失と死亡との間に因果関係があったと指摘した。この男性は胸の痛みを訴え、強心症の疑いがあると診断されて、同センターに入院した後に容が悪化したにもかかわらず、 同病院の医師は CT 検査などを必要な検査をしなかったために男性は死亡した。病理解剖の結果、死因は急性大動脈解離による心源性ショックだった。神奈川県立病院機構にはいくつかの労働組合がある。ありがとうございます。